はい、皆さんこんばんは。こんばんは。12月12日月曜日、日本文化チャンネルさくら、沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会友の会、共産広告広告日、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。いつもありがとうございます。本日キャスターを務めます日本沖縄政策研究フォーラムの中村悟です。本日はよろしくお願いいたします。で、本日のゲストは、南城市月城キリスト教会の牧師砂川隆一さんです。砂川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日は牧師さんの砂川先生をお招きいたしまして、もう牧師の方でしか語らないし、語れないし聞けないいろんなことをお聞きしたいと思っております。はい、で、砂川先生、今ちょっと12月で、日本全国キリスト教の時代に今入りつつあるんですけれども、今日はですね、時代というか時期ですね、時期ですね、これからもうどこに行ってもクリスマス、でデパート行っても国際通り行ってもみんなキラ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 飾りがあるんですけれども、今日は今更聞けないキリスト教というテーマで、そもそも一体キリスト教とは何なのかということをお聞きしたいと思っております。はい、で、このテーマをですね、このチャンネル桜沖縄の声で、取り上げた理由なんですけれども、ちょっと次のスライド行っていただけますか。はい、この地図を見るとですね、実は沖縄県が日本で一番キリスト教会の多い県で、これもそうなんですよ、砂川先生が聞いて初めてそうなんです、ね、踊れたんですけど、はい、なんか理由あるんですかね。米軍基地が戦後ありましたので、米兵たちがですね、リタイアして、で、こう焼け野原になった沖縄に戻ってきてですね、教会を建設していった、こう貧しい中で暮らしている人たちに食べ物を与えながら、また希望のね、福音を、キリストの教えを説いていった。で、彼らが資材を投げ打って教会を建ててですね、そして沖縄の子たちの中からクリスチャンになった子たちを進学校に送って、で、牧師になっていった。これ米兵がクリスチャンだった、クリスチャンだった米兵が沖縄に終戦直後に教会を建てたってことですか。ちょっと米兵の軍属とか、米兵についてきた牧師さんとか、どっちなんでしょうかね。米兵、両方じゃないですかね。当時のことはよく分かりませんけど、ただ今沖縄にあるたくさんのキリスト教会の元はやっぱこういう戦後こう宣教師たちがこう建てて、そしてとってもいい場所に教会建てたりしてですね、その後結局日本のキリスト教会がそこを売ったりして、すごいお金をもらってる団体とかもありますけどね。ということは沖縄のキリスト教はもっぱらアメリカ経由っていう認識でよろしいんでしょうか。戦前からもキリスト教会ありましたけれども、おそらく米兵たちの影響じゃないかな。これだけキリスト教会が多いですから、次に多いのはやっぱり長崎とか隠れキリシタンがいたところですね。長崎は、ね、江戸時代から多い、そうですね、でしょうからね。そうですね、人口比率で言うとですね、東京が一番クリスチャン多いんですけど、そこは外国人が多いので、外国人の数が多いので、それで、6% ぐらいの方が東京ではクリスチャン、沖縄県では 3% ぐらい、でもキリスト教会が多いのは、建物が多いのは沖縄県ですね。なんかその統計ございますか。なんか、それはどっかまた違うところにありますけども、で、次あれですね、この沖縄のキリスト教の問題をちょこっと、そうですね、スライドございますかね。はい、沖縄県といえば反基地運動のイメージがあって、よくフェンス前で賛美歌を歌っていたりですね、ろうそくとかもありましたっけ。そうですね、アメージングレスって歌ってね、基地反対運動している人たちもいますけど、聖書の教えの中に、平和を作るものは幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからですという一文があるんですけれども、これを使ってですね、平和を作るものは大切だから基地はない方がいい、戦争はない方がいい、これはもっともなんですけれどもですね、だけど聖書の言葉を引用して反基地運動、また反米運動に、キリスト教会や聖書の教えが利用されている、そういうふうにすごく強く感じますね。
まあ、聖書の教えはそういう教えではないわけですから、まあ、例えばアメリカなんかであのクリスチャンすごくたくさんいますけど、あの多くのクリスチャンは軍人ですからね、警察官としてあの悪と戦う、犯罪と戦う、方はたくさんいますね、アメリカに。みんな尊敬します。同じように軍人となって国を守るために戦う守る人たちを、まあ、多くの人は尊敬します、しかし日本においてはそういう自衛官とかですね、あるいは米兵とか沖縄を守るために存在している基地なんかに対して、まあ、キリスト教会が反対をしている、まあ、そういうイメージがあるわけですが、まあ、実際にはみんなそうではないわけですね。私現役の自衛官の時に横田基地に入ったことあるんですね、で向こうであの案内してもらったんですけれども、もうびっくりしたのは大きな教会があるんですよ、基地の中に。で、まあ、大きく宗教がやっぱ3つあるから、キリスト教のプロテスタントの教会が一番大きくって、で2番目がカソリックの教会がちょっとちっちゃくって、さらにちっちゃい教会がユダヤ教の教会があったんですよ。でそこでモルモン教もあります。ああモルモン教もありますよね。それでもう一つ驚いたことがあるんですよ。米軍の職種の中に教会っていう職種があるんですね。そうですね、チャップレンとかですね、だから、仕事何やってるんですかってこの職種って聞いたから、何やってるんですかって聞いたら、教会の管理してますって言うんですよ。そうですね。でそういう職種って自衛隊にはないですよ。まあそうですね。だから戦場に行くときに教会の牧師さんも一緒に行くわけですよね。まあそうですね。でも自衛隊そういう職種ないから、そういう意味ではアメリカっていうのは宗教国家だなって、軍隊と宗教がセットで、日本はもう政教分離だから、自衛官は何も信じゃいけないことになってるっていう、ちょっと変わった、なんだか共産主義みたいですね。そうなんですよ。今後問題になってます、話戻します。日本のキリスト教会はですね、ちょっとスライドを映してください。世界のキリスト教会のクリスチャンの数というのは総勢20億ぐらいいるんですけど、まあ、カトリック教会が一番多くて、まあ、次にプロテスタント、まあ、正教会、これはロシア正教会とか入るんですかね。まあ、そうですね、ギリシャとかですね。ギリシャ正教会、ロシア正教会って全部入るんですか。そうそう、国家、そうです、国家が運営している、まあ、国家宗教ですね。まあ、カトリックなんかは全世界にありますけど、まあ、ピラミッド形式になってますね。プロテスタントはアメリカに多いわけですよね。まあ、恐らくそうですね、まあ、で日本の場合は、まあ、こういうふうになっていますね。まあ、カトリックがだいたい1000個ぐらい教会があって、プロテスタントが8000ぐらい、まあ、圧倒的に、まあ、プロテスタントが多いですね、クリスチャンの数としては。まあ、カトリックとプロテスタントの違いというとね、まあ神父さんというのはカトリックで、まあ、結婚しない、牧師さんというのは、まあ、結婚もするんですけれども、正教会の場合は独身で神父になったらずっと独身でいなきゃいけない、で結婚したら、まあ、結婚して神父になれる、そういうふうにちょっとずつルールが、まあ、違いますね。牧師さんって、私イメージですけど、当たってるかどうかも聞きたいんですけど、なんか お子さんが多いってことないですか。どうですかね、まあ、すか僕が子供が多いからかもしれないけど、そういうイメージ。私一回付き合って、英語教えてくれって言って行った教会と牧師さんがですね、もう子供がたくさんいるんですよ、5人か6人か、で教会で、日本の教会でいて、まあ、聖書の中には埋めよ増えよ地を満たせってありますから、子供をそれでたくさん作ったのかもしれないですね。キリスト教は両方ともあれですかね、人工中絶禁止ですね。そうそうですね、教えて、まあ、それはもう人はその父を離れてその妻と結ばれ、二人は一人になるのです。ですから結婚は男女が行うものである、そしてそれによって新しい命が生まれて、まあ、次の世代を紡いでいくということですね。でここで、もう今12月ですので、キリスト教っていうのは一見日本ではものすごくいいイメージで、キリスト教の信者じゃない方でも受け入れてるっていうか、その代表格が、クリスマスなんですけれども、このクリスマスってそもそも 何なのかもう一回今更聞けない質問ですが、はい、まあ、12月そうですね、私たちもう子供が、今の日本のクリスマスはなんか第二子供の日みたいな感じで、クリスマスの日にはなんかサンタに
お土産ってかプレゼントもらうからっていうのが一つと、あと若い人たちにはなんかクリスマスイブにはデートしないといけないみたいなプレッシャーみたいなのがあるんですけど、これはキリスト教の本当の信仰から見てどういうふうに見えるんでしょうか。まあ、あのクリスマスというのはまあ、あのイエス・キリストがお生まれになったのを祝う、まあ、あの降誕祭なんですけれども、うんうん、まあ、あの実際にイエス・キリストが12月25日に生まれたという記録は聖書にはなくてですね、まあ、実際にはあのミトラ教というヨーロッパのオカルト宗教のお祝いの日が12月25日なんですね。ミトラ教の何のお祝いの日ですか。これは太陽がですね、あの12月25日を境にあの太陽の日が長くなるんですね。それまでずっと寒かったんですけど、12月25日を境に冬至が、冬至みたいなもんですかね。そうですね、一番短いってことは、そうそう、まあ、それで太陽のお祝いの時、まあ、ですからもともとキリスト教っていうのはそのヨーロッパで始まったんですけれども、ヨーロッパじゃない、アジアで始まったんですけれども、イスラエルですよね。イスラエルですね。イスラエルで始まったんですけれども、まあ、西アジアですね、まあ、それがローマ帝国によって国教化されるときに、まあ、ローマ帝国中でミトラ教が信仰されていたので、まあ、ミトラ教というのはハリーポッターに出てくるなんかオカルトっぽいやつなんですけど、じゃあミトラ教っていうのはイタリアが中心の発祥の宗教なんですか。いや、イタリアかどうかちょっとよくわかんないですけど、ヨーロッパ全体で、まあ、ローマ帝国で流行っていたオカルトなんですね。じゃあ仏教が広まる前のインドのヒンズー教みたいなもんですか。まあ、それは分かんないですけどね。いや、もう土着宗教で、うん、土着宗教、そうそうだ、ね、土着宗教のものとキリスト教、西アジアの、まあ、ユダヤ教のキリスト教と、まあ、ドッキングさせたのが今のキリスト教会の感じですね。でクリスマスもそれで12月25日に、まあ、お祝いをしてます。本当はいつ生まれたかわからないけれども、うん、ミトラ教のこのいわゆるなんか太陽のお祝いの日にかこつけてローマの国教になった時に12月25日お祝いをすることになったということですか。まあ、そうですね、はい、あ、なるほどなるほど。じゃあサンタクロースって何なんですか。まあ、サンタクロースはそのキリスト教の人、サンタクロースってキリストじゃないですよね。まあ、キリストじゃないですね。まあ、何なんですか。昔の神父さんの名前ですね。貧しい3人の親のいない子供がいて、その3人の子供たちに、まあ、このクリスマスの時期にね、こう親がいないからプレゼントをあげようと思って、この寒々とした窓の隙間からコインをこう入れたらですね、それがちょうどこの子たちがベッドのそばに干してた靴下の中にポコンと入ったので、それでクリスマスは靴下をぶら下げておくとプレゼントがサンタクロースからもらえるっていうですね、まあ、それでみんな靴下をぶら下げてるわけですよね。でそれから名前がセイントクロス、まあ、セイニコラスとかセイなんとかですね。あれがセイが日本語の名前で、そうそうそう、まあ、サンタってなったと。そうですね、そうそう、で、まあ、一人の聖者の名前っていうのがサンタクロースっていうのは、なんでサンタクロースは赤い服着てるんですか。まあ、あれもともとコカ・コーラが CM に使っただけで別に赤い服じゃなかったわけですね。コカ・コーラのイメージで赤い服になっちゃったわけですけど。あ、じゃあサンタクロースの服を作ったのはコカ・コーラだってことですか。まあ、そうですね、商業用に変えられていった。じゃあ今、まあ、ヨーロッパでもサンタクロースって赤い服着ているんですかね。まあそうじゃないですか、世界中で。まあ時々緑の服着てる人いますよね。それも全部ヨーロッパですら、コカ・コーラのコマーシャルにプロパガンダにもう載せられて収まったわけですか。収まったわけですね。そう、あんま意味のない、じゃあ、あんま意味はないですね、サンタクロースって。まあでも夢があっていい、いいんじゃないですかね。トナカイはなんでサンタクロースはトナカイに。トナカイはそれは僕はよくわからないですねまあ多分夜中にこっそり入ってくるから煙突から入るんだとかですね、まあ、いろんなのが後から、ね、継ぎ足されてきたんだと思うんですけれども。煙突で、日本は煙突ないのにね、子供が、うん、煙突がないからサンタさん来ないとかっていう場合があるんですけど、クリスマスツリーは何で、クリスマスツリーはですね、長生きをする木なので、うん、まあ長生きを、永遠の命をですね、まあ、神様を信じて、イエス・キリストは私たちの罪を許して私たちに永遠の命を与えるために来られた。もみの木も長いこと生きるので、
私たちもこのキリストを信じたら永遠の命を神様がくださるんだ、そういう深い意味があったんですね。そうですね、はい、それはいつぐらいに始まったんですかね。まあ、これはいつから始まったかちょっと今日は準備してませんけどね。はい、なるほど。じゃあ今の整理すると、日本におけるその、まあ、一見キリスト教を日本を受け入れているような感じは肯定的に、特にクリスマスを通じて受け入れているんですけれども、うん、これはキリスト教の信仰から見たら意味があるものでしょうか、ないものでしょうか。まあ、それはキリスト教の信仰とキリスト教の伝道という観点から含めた場合に、牧師さんの立場から見ていかがですか。まあ、それはまあいいことじゃないですかね。もう寒い時期になんか温かい気持ちになりますし、やっぱりこうお互いにプレゼントをあげ合うということはこう嬉しいですよね。離れ離れの家族が集まったり、恋人同士が楽しく過ごす、また中にはこうクリスマスを教会で祝う、これは素晴らしいことだと思いますね。だクリスマスっていうのが多分ヨーロッパでは家族が集まる日っていう要素が強いと思うんですね。そうですね、まあ、日本のお正月みたいなもんで、あとクリスマスイブになるとなんか男女が、ね、デートする日っていうイメージあるんですけど、これどっから来たんですかね。これはどっから来たんですかね。キリストがお生まれになったのが12月25日ってことになんか分かんないけど、クリスマスよりもクリスマスイブが大事だっていうなんかそういう感覚が、まあ、あるじゃないですか。イブから次の日の朝にかけてっていうのが、あ、日本の大晦日みたいなもんですかね。そうでしょうね。やっぱりこう教会でも24日にベツレヘム、まあ、イスラエル のベツレヘムなどのキリストが生まれた教会では24日の夜からですね礼拝をして25日を迎える、キリストがお生まれになった、まあ、それで24日がこう何かメインみたいになってるんだと思います。なるね。はい、あと、ヨーロッパで広がったキリスト教なんですけども、まあ、イスラエルが発祥だと。そうですね。で、キリスト教って一般的にもう西洋文明のなんかこの西洋文明の核みたいなイメージっていうのがあるんですけども、そうですね、イスラエルっていう国はそもそもアジアなんですか、ヨーロッパなんですか。そうなんです。キリスト教とかですね、こうユダヤ教、まあ、ユダヤ教っていうのは聖書の旧約聖書だけを信じているのがユダヤ教徒で、新約聖書と旧約聖書の2つを信じているのがキリスト教なんですけど、どちらも、その現場はイスラエルという国で、これはアジアの国の一つなんですね。イスラエルってアジアなんですか。そう、イスラエルはアジアなんですよ。イスラエルとユダヤ人っていうのはイスラエルに住んでた人たちはユダヤ人ですか。はい、もともとイスラエルっていうのはヤコブという人が名前をイスラエルって変えるんですね。神様と相撲を取るんですね。で、あなたの名はで神が言うんです、シュモーっていうんですね。シュモーイスラエルっていうんですね。神と格闘してイスラエルという名前になるわけですけど、でその時に彼には12人の息子たちがいて、でその12人の息子たちがそれぞれ、ユダ部族とかベニヤミン部族とか、マナセ部族とかいろんな12部族がいるんですが、まあ、その中でユダという人がですね、まあ、子だくさんで勇敢だったんですね。ですからこのユダ族のことをユダヤ人というんです。でもイスラエル人というのはこのイスラエルヤコブの子供全部のことを言いますから、ユダヤ人はイスラエル人ですけれども、イスラエル人がみんなユダヤ人かというとまた別の問題ですね。じゃあイスラエル人の十二のうちの一つの部族がユダヤ人ということになるんですか。です、はい、この、ヤコブっていう人がイスラエルっていうのに名前を変えた、時期っていうのは西暦でいうといつ頃の話ですか。これはそうですね、今から3000年ぐらい前ですかね。でこの子供一人一人が一つの部族ってことになるんですか。そうですね、はい、このでも同じ血がつながってるわけですね、子供から全部。でこのイスラエル人っていうのはアジア人ですから、私たちと同じ黄色人種なんですよ。ですから、はい、ユダヤ人っていうと大体私たちがイメージするのはナチスドイツの
要は第二次大戦の時にユダヤ人を迫害をしたと、はいはい、でアンネ・フランクとか、うん、そういう人ってアジア人に見えないんですけど、うん、なんでイスラエル人はアジア人なのに白人になっちゃったんですかね、はい、紀元70年にローマ帝国がイスラエルを滅ぼしたんですけど、はいはい、でその後ユダヤ人はヨーロッパに奴隷として連れて行かれるんですね、うんうん、で、そのユダヤ人が奴隷としてヨーロッパに連れて行かれている間にこれはローマ帝国の時代、ね、そうですね、でローマ帝国が、キリスト教を国教にするわけですよ、で、でキリスト教が国教になるんですけど長い時間の中でカトリックに対してプロテストしてプロテスタントが生まれてくるんですね、うんうん、でこのプロテストそれはドイツですよね、ドイツですね、そうそう、マルチン・ルターの時代、マルチン・ルターですね、ですからこうプロテスタントがいいんだと、ローマカトリックじゃなくてプロテスタントがいいんだということで、うんうん、プロテスタントとカトリックの長い戦争が始まるんですよ、で、お前はどっちにつくんだっていう感じでこうカトリックはこのどっちにも属してない国を脅すわけです、プロテスタントもお前どっちにつくんだ、でそんな時にカトリックの国々とプロテスタントの国々に挟まっていた国でハザール王国という国があるんですけど、でここはですねカトリックについたらプロテスタントにやられちゃうわけですね、うんうん、でプロテスタントにつくとカトリックにやられちゃうわけです、うんうん、まあ、それでこの人たちは自分たちの国の中に住んでいるユダヤ教徒たちが信仰している、まあ、キリスト教の元になったこのユダヤ教、キリスト教の最初に始まりであったユダヤ教、うん、まあ、旧約聖書だけ信じているユダヤ教ですね、うんうん、自分たちはカトリックでもない、ね、プロテスタントでもないユダヤ教徒だ、ユダヤ教徒なんだと、ユダヤ教徒なんだと、まあ、言ったわけですね、ですからそこで、いわゆる黄色人種であったユダヤ人に大量の白人ユダヤ人が誕生したわけです、あ、じゃあ白人のユダヤ教徒は、うん、この元々ハザール王国の子孫ってことですか、まあ、そういうことになりますね、で、もうそれら本当に生き延びるために本当にユダヤ教徒になっちゃったわけだ、そうです、そうです、これ初めて聞いた歴史的事実ですね、でユダヤ人っていうのは、血縁によってユダヤ人なのではなくて、うん、ユダヤ教徒になった人は皆ユダヤ人なんです、うんうんうん、そこはもうものすごく分かりづらいところ、ね、分かりづらいところですけどね、だからユダヤ人、今現在イスラエル共和国ってありますけど、あそこに住んでいるユダヤ人はスファラディユダヤ人っていうのが数パーセントですね、で 80% 以上はアシュケナジユダヤ人っていうんです、うんうん、白人ですね、まあ、だからじゃあ偽物のユダヤ人かというと別にそういうわけではなくて、ユダヤ教を信じてるから、ユダヤ教を信じてる人は、私ユダヤ教を信じたらユダヤ人になれるんです、そういうことですね、なれるんだ、なれるんです、まあ、ここら辺はね日本とすごく似てるんですよ、うん、日本人として生まれると、僕キリスト教徒ですけど日本人として生まれると日本神道を信者ですよね、もう強引日本人ですから、そうだと思ってない方もいらっしゃるんですけれども、そうそう、でも日本という国というのはもう生まれたら日本教徒なんです、そうなんです、ある意味ね、そうそうそう、だから世界に200ぐらい国がありますけど、生まれついての国家宗教を背負っている国っていうのはもう日本は日本神道で、イスラエルはまあユダヤ教、とっても、ね、似てるんですよ、ね、サウジアラビアどうですか、もうそこら辺は国教じゃないですよね、あ、ユダヤ、イスラム教徒の国々ですけど、イスラム教に国生まれたらもう強引的にもう全部みんなイスラム教徒になるから、まあ、そうなってますけど、だけど生まれついての宗教を背負っているのは日本とユダヤ教だけですね、はい、あ、そうか、もういつからそのイスラエルっていう国がいつからあるかっていうのは分かりますか、はい、イスラエルという国はですね、このアブラハムという人からイサクが生まれ、イサクからヤコブが生まれ、それ西暦何年ですかね、これはですね、そうですね、これまた長すごく昔の話になりますけど、ノアの洪水が終わって、でシュメール文明っていうのがこのメソポタミアの方でできるわけです、うんうん、バベルの塔ですね、でこれが今から5000年ぐらい前の話ですね、でこのバベルの塔で天にそびえる塔を建てようとしたんですけど、神様が降りてきて人々の言葉を乱したわけです、うんうん、でこのシュメール文明が崩壊して、
世界に散っていくわけですね。でできたのがメソポタミア文明、エジプトのナイル文明、黄河文明、それから何文明だか忘れちゃった、四大文明ですね。まあでも本当は日本も一つの文明ですから、うん、五大文明、日本文明、まあ、そこら辺はねちょっとまた別の面白い話があるんですけど、はいはい、また次の機会に、はい、まあ、とにかく四大文明がそこから生まれたんですけど、まあ、このメソポタミア文明のところにいた人たちの中に、まあ、アブラハムという人がいて、まあ、神様が彼に声をかけてイサクが生まれ、ヤコブが生まれ、イスラエルが、こう今のイスラエルの地にこう住むわけです、うん、まあ、これがあのイスラエルという国があの帝王を成したのは今から3000年ぐらい、うん、でその時の、ね、イスラエルの国は全部黄色人種、そうですね、黄色人種、そうそう、なんか映画とか見ると、うん、旧約聖書の映画とか見ると白人とか、みんな白人じゃないですか、そうそうそう、 あれ間違ってます、まあ、ということは本当は日本人みたいな顔してる人たちが旧約聖書の映画の時にはキャストじゃなくていけない、まあそうですけどね、まあ、それを言ったら12月25日にクリスマスをお祝いするのも変地狂いですからね、まあ、そこら辺はだからそこがかなりあのイスラエユダヤ教徒っていうか昔のユダヤ教のっていう宗教はヨーロッパの宗教だっていうイメージが、ね、そうですね、どうしてもあるんですよ。アジアの宗教だって、ね、やっぱり白人がこうなんかこうもみ上げを伸ばしてこうなんかキッパをかぶって黒い格好をしているのがユダヤ教徒、正教、ね、正式なっていうイメージがありますけど、もともとルーツをたどればイスラエル人十二部族っていうのは黄色人種で、私たち日本人と同じような見た目をしてたわけですよね、うん、これが変わったのがハザール王国っていうところの生き延び策で変わったわけ、まあ、まあそうヨーロッパに、ね、このハザール国でこのユダヤ教徒にみんな改宗したっていうのから西暦でいうと何年ぐらいの話ですか、ね、あこれはね今日そんな質問してくると思ったから大体のイメージで大体で1600とか700とか1000年とか そこら辺、ここはあの AD70 年にあの、ユダヤ人がヨーロッパに連れて行かれて、そしてこのカトリックとプロテスタント戦争の間あたりですから、まあ、そんなに昔じゃないですよね。西暦の早い時期、最近、まあ、最近というかカトリックとプロテスタントが分かれて300年戦争をしている間ですから、じゃあもうマルチン・ルターの全然後ですよ ね、 もう後ですよね。だから1700年とか1800年とか、まあ、そこら辺でしょうね。あじゃあこのプロテスタントが発生した頃にユダヤ教の中に、まあ、後にプロテスタントがキリスト教から分かれた頃にユダヤ教の中に白人が増えたということですね。そうですね、この順番からいくと、そうそう、で今ではもうなんかユダヤ教イコール白人の宗教ってなってますけど、そうそうそうなんですよ。元々は黄色人種ですし、イエス・キリストも黄色人種なんですよ、うん、これ今日聞いた話ですけど、あのワールドカップのこのヨーロッパの予選とかアジアの予選とかあるんですけど、イスラエルはヨーロッパの予選に入ってるって言うじゃないですか。あそうなんですか。そうそうそう、ワールドカップ見ないか分かんないけど、うん、イスラエルはヨーロッパの国としてワールドカップにサッカーの大会が参加してるんですよ。うん、これじゃ本当はアジアに参加してもらわないといけないですね。そうですね、あの、まあ、本当はあの、まあ、あのアジアの国ですからね、まあ、あのに日本は東アジアの国で、まあ、イスラエルは西アジアの、西アジアの最西端に近いのかな。そうですね、はい、でもあれトルコとイスラエルってどっちが西でしたっけ。まあ、トルコはあのイスラエルよりもっと西ですけども、あじゃあトルコはね、あのギリシャの境だから一番の西はトルコ、ね、まあ、そうでしょうね、はい、まあ、トルコが西アジアだったら当然イスラエルもアジアですね。そうですね、まあ、ですからそのイスラエルという国からユダヤ教が始まり、またキリスト教が始まったんですけど、それを始めた人たち、信仰していた人たちは実はあの私たち日本人と同じような見た目をしていた、うんうん、ということがあのすごく、まあ、あの隠された歴史の、うん、ということはですね、あのキリスト教っていう、まあ、西洋文明の代表格みたいにイメージしてるんですけれども、うん、このキリスト教っていうのは、まあ、ユダヤ教を信仰している人から分かれたわけだから、うん、ユダヤ教もイスラエル、あユダヤ教もキリスト教もアジア人の宗教だったと。そうです、もともとは発祥はアジアの宗教だと。アジアの宗教 ということはですよ、あのなんか自分たちはあのなんか西洋文明の方が高いってみたい な、 なんかそういうあの白人コンプレックスがあるじゃないですか。
いや僕はないですけど、まあ、大体日本人とはあるんですね。大体あるんですよ。自衛隊の中でも、まあ、今は昔よりなくなったんですけど、なんかもう米軍っていうと自分たちより強いから、うん、なんか同じ階級がアメリカの方が下でもなんか上みたいに話するみたいな、なんかちょっとコンプレックスがあるんですよね。ところが実はアメリカ人もヨーロッパ人もこうアジアの宗教を信じてアジアの救世主を拝んで手を合わせてたってことですね。要はヨーロッパ人はみんなアジア人に手を合わせて、まあもともとはアジア人だったんですけど、まあ、白人に変えてですね、そして白人のキリストをまあ礼拝してる、うん、お祝いをしてる、だから白人を礼拝してるってことですね。まあ、白人というかまあ神の子供ですから、うん、まあ、人種は関係ないんですけど、人種は関係ないけど、まあ、白人の、実際には黄色人種、白人のイエス・キリストというイメージですね。黄色人種のイエス・キリストと、うん、マリアも黄色人種、マリアも黄色人種、もちろんそうです、ね、なんか顔見たらヨーロッパ人に見えますけど、ね、そうだから、まあ、絵を見るとみんな白人になってますけれども、けどマリアも実は髪の毛も黒くて、そうそうそう、鼻もあんなに高くなくって、まあそうでしょうね、もうおそらく、うん、彫りもそんなに深くなくって、日本人に近いかモンゴル人に近いか、ちょっとよく分かりませんけども白人だったと、まあ、そういうことですね。これはかなり、そうするとで、このユダヤの宗教とイスラエル、イエス・キリストのこのキリスト教が東アジア伝えに日本に伝わってこなかったっていうのが自分たちが西洋イメージがある大きな原因ですかね。そうですね、まあ、私たちはフランシスコ・ザビエルがキリスト教を初めて伝えてきたんだと、まあ、そういうイメージがありますけど、実際にはですねそうではないわけですね。もっとはるか以前から日本にはキリスト教文化というものが入っている、ユダヤ教文化というものが入っている、いやそれだけではないわけですね。まあ、この話はまた次回ですね、またね、次ね、はい、段階を追って、参りましょう。はい、今日は、ユダヤ教もキリスト教も実はアジア人の宗教で、ヨーロッパ人はアジア人の教祖とか救世主に手を合わせてたという事実ですね。イスラエルはアジアだと、これはかなり言われてみないと気がつかない大きな、大変勉強になりました。で、今まで以上にちょっとキリスト教、ユダヤ教にちょっと親近感が持てる話だったと思います。これで沖縄にはキリスト教徒も多いんですけれども、同じアジアの神様を信じている仲間としてちょっとそうですね、アジアの神様、そうですね、はい、まあ、親近感持てて、今後の愛国運動のこのなんか第一歩になるんじゃないかなという内容でした。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。